やねん、ほんと何やってんだよ。みっともね、みっともなさすぎるよ。くそ、襲ってきたぞあいつ。凶暴な普通の巨人じゃねえか。エレンは扉を塞ぐところじゃねえ。敵増やしただけじゃねえか。気持ちはわかる。少しでも期待して私がバカだって。もう少し待って。犬死に刺されるわけにはいかない。準備を急いで。やっぱこっちの方が強いね。うん、他はこのまんまでいいだろう。さあ頑張ろう。キャンセルした後にもう一回話しかけちゃうの気をつけないと。あんまりいないな。ヤン隊長、徹底もやむを得ないだが必ずやれとけます。作戦を続行しよう。覚悟はできている。イアン隊長、ちょっと説明文少ない。ちょっと地味だね。作戦失敗だ。ちょっと待ってください。分かってたよ。撃っちゃった。秘密兵器なんか存在しないって。あれは失敗したのか。どうして。おい、アルミン。エレン、行動不能を守るのかな。どうして私がわからないの。ミカサなら一人で余裕で狩れるんだろう。作戦は失敗だ。撤退しろ。待て。撤退はまだだ。回収するまでエレンを無人から守るぞ。超強いし。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。連撃。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの。威勢を保ったまま人を知らせる。どうやって巨人に勝つ。蹴散らしてやる。そんな方法私が知るわけない。お願い。あら、俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打って、ほら。ミカサ超強え。ガスもあるな。よし。アルミン使った後にミカサ使うとミカサの強さが本当にね、際立つな。3倍か4倍ぐらいダメージ出てるもん。あ、ケツに当たっちゃった。このケツ柔らかい。まずは足、逆の足ももらった。ガスが危ない。さすがにこれは補充必要だな。小さいやつ。あるあるある、ガスある。なくなってる。ごめんなさい。ごめんなさい。この辺のやつら連れて行けるやつか。何棒立ちしてんだ。一緒に行くぞ。俺も行くぞ。
ぶっちゃけ一人で全然余裕なんだけど。かっさばいてやる。エレンの防衛に成功だ。よし、連れて行き、私も行くわ。しかしそろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。あれ何、これ何だろう。足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。あー、オトバクか。あのガキは頼んだぞ。ごめんなさい。回復薬もある。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。ごめんなさい。とりあえずあの緑のところ向かって、その後あの赤かな。ジャンガ、強さの桁が違うぜ。言ってることが物騒だな。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。もう一押し。ギリギリいけるかな。イエーイ、剣がぶっ壊れてしまう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレンも分かったよ。よっと、次そこだ。直接槍に行っても全然余裕っていう、ね、もう直接もらおうかな。あ、失敗した。マルコ、失敗の縁談が出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか。そこだ、トカメを刺してやる。一人では危ない。一緒に行動した方がいい。撤退命令が出たわけじゃないだろう。僕は任務を続けるよ。さすがマルコ、次はコニーを助けるぞ。僕なら大丈夫。ミカサたちも気をつけて。失敗した。てかガスがなくなってる。コニーのやつ、巨人と戦ってるぞ。お前らか、手伝ってくれ。手伝ってやるぜコニー。怪我はない。ちょっと補充していきたい。一緒に戦って。ああ、けどなんでこんなところにいるんだ。作戦はどうなった。監視巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため仲間を集めている。よし、なら俺も手伝うぜ。次はリコ先輩か。仲間4人目来てんだけど。まずはこっち。どんどんガスを使ってしまう。まずはお前からだ。人間の恐ろしさ見せてやるぜ。もうここでいいかな。トン。圧倒的強さですよ。人類最強さを味わってやる。すまない、これから巨人拘束用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。わかったぜリコ先輩。ただミカサはあまりにもちょっとガスの消費が激しすぎる。兄を助けに行く。
めっちゃ早い。兄大丈夫か。もういきなり狙っても倒せるもんな。もう助けられたのか。あの裏にもいる。兄とは関係なさそうだな。お、何ぼんやりしてるんだ。補給兵だけど兄のイベントが終わってないから補給させてくれないのかな。こいつか。まずは足から。次は手だ。そこだ。こいつかな。まず足いただき、次は手。逆の手ももらった。あとはうなじだ。ここか。よし、兄。ついてきてほしい。私も行くよ。ムカサ。なんであんたがここに。今は一人で。そして補給も可能になった。一緒に来てほしい。いいよ。乗った。感謝する。全アイテムプラス1。ガス補充。じゃあイベント進めよう。こんだけありゃ十分だろう。アルミンだ。ミカサ、作戦は？エレンはどうなっているんだ？エレンが暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ない。暴走しすぎ。エレンを守っている。特に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。もう一押し。まっさつ。アルミンを守りながら行こう。マスダツ。やばい。まあいいか、手もらっとこうか。うだしもらった。次次。しまった。位置が悪いな。もう直接行こう。こういう時はブーキー。あ、やべ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 。よかった、俺じゃなかった。こいつぐらいはいけるだろう。抹殺。よし、これで大丈夫だ。やっても意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。アルミンを守りながらエレンのところに向かうんじゃ。アルミン追い越しちゃったな。まあ、アルミンは移動してるから先にちょっと補充だけもらいたいな。補充ちょうだい。
よし、アルミンを守るぜ。ここだ。とりあえずこいつ倒しといて、そのまんまこっちのやつだな。いた。まずはその手をいただく。ついでに倒しちゃった。やっぱこのミカサの強さよ。はい、到着。もう一回ぐらいあるかな。アルミン、はよ。待ってる待ってる。来た来た。よし。リコ先輩。リコ先輩優勝なのかな。コニーだった。エレンを起こすんだ。僕がエレンをここから出す。後頭部からうなじにかけて縦1メートル。多分この辺に。大丈夫。真ん中さえ良ければ死にはしない。でもどう見ても今ど真ん中だけど。ちょっと痛いだけだ、アルミ。撃てー。出る、聞こえるか、ここから出てくるんだ。お母さんの仇はどうした。それに僕たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに。食べられる。どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。エレンゲリオン再始動しました。シンクロ率 100%。岩が動いている。あー、首曲がっちゃう。この岩重いんですけど。ミカさん、エレンが勝ったんだ。あとはエレンを扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。死守せよ。エレンに巨人を近づけるな。我々の命を。行け、エレンを守るの。こっちじゃねえ。無理やり接近してでも巨人どもを俺たちに引きつけろ。かっさばいてやる。マジっすか。小型2匹ぐらい自分でどうにかしろ。よし。歴代でも屈指の逸材って噂は本当だな。全員ぶっ倒せ。もうちょっとぐらいはいけるな。もう一匹ぐらい。スキアリー、ガスチェンジ。あと4匹か5匹ぐらい。まず小さいのから。まずは足。
逆の足も真っ二つ。もう手はいいだろう。急降下。その手もらったからのフィニッシュ。ムチェンジ。捕まってない、大丈夫。足きた。新しい子だよ、食べられる。とっとと倒しておきたい。また巨人が入ってきたぞ。聖杯、他の巨人の手一杯だ。僕らでやるしかない。ナイス閃光弾。誰が使ったのか知らないけど、ガスはもう大丈夫だろう。行くぜ。みんな行け。超強え。ズタボロにしてやる。フィニッシュ。おそらく人類で2番目に強いだけあるぜ。俺たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。残酷すぎるよ。もっとだ、エレン。やったぜ。もうこれ以上持てません。この岩重すぎた。岩転がしたりとかできなかったのかな、これ。結構丸いよ。玉転がしの要領で。作戦成功だ。初めて巨人に勝ったよ。みんなやったよ、初めて勝ったんだ。イエーイ、エース、エース、エース。集中。お、持続時間が伸びる。おいしいね、お金もおいしい。報酬に期待。やった、ついにレアメタルが手に入るようになった。リヴァイの新たな衣装が。リヴァイさんもう使えるんですか。補強が可能になりました。人類が今日初めて巨人に勝ったよ。調査兵団、通称自由の翼である。